ちは。ジャパンフラワードレイディング岡山営業所の松田です。おはようございます。どうも、ミゲルです。はい、今日はついにこの日が来ました、ね、ついにやってきましたね。前回ぐらいにですね、ペヤングの極撃から去年ぐらいに、まあ結構 YouTube で、はい、みんな食べてめちゃめちゃ辛いって言ってたやつを食べて、まあ、どの調味料を使ったら辛さが和らぐか、はい、やってみた。やりましたね。そこで一番酢だったよね。そうですね、良かったの。良かった。酢とか練乳、はい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 、マヨネーズですね、良かった、で、まあ、その時も多分言ったと思うんですけど、はい、その極撃からファイナル、はい、それの極撃からの倍辛いっていう、やばいっすね。いけないような気は。昨日寝れなかったっすね。これを食べんといけんというのが、避けては通れない避けて通れないしですから、ちょっと頑張って、まあ、いろんな調味料を使って、はい、なんとかこれを完食していきましょう、はい、頑張りましょう。頑張りましょう、はい、ではどうも。はい、じゃあまあちょっと開けてみましょうかね。そうですね、前回とどう違うかっていうのもちょっと気になるところがありますので、パッケージはちょっとこのエンマ大王かな、はい、内定バズってちょっとパッケージ買って辛そうなんですけど、ね、ちょっと開けてみて前回とどう違うのかっていうかな。はい、真っ赤とかあらやばいですね。でもまあ、これ普通の麺も普通のタイプ、普通の焼きそば。まあまあまあ、ってことは早くも普通ですね。ただこのソースがやばいな。極撃からファイナル、見たことのないパッケージですね。もうこれはさ、黒くてなんか文字が赤い、いかにももうやめてよみたいな色をして、危険な感じが、危険な香りが漂ってて、こんな感じですね。なるほど。ちょっとじゃあまずお湯を入れて作ってみましょう。作ってみましょうかね。はい、はい、というわけで、お湯を入れて今で準備してきました。あ、もういつもの普通のカップ焼きそばですね。これのままならちょっと全然入れていけそうな気もするんですけど、今日はこれを入れないといけない。開けるコピューがなかなか手が進まないですけど、頑張って。匂いはでも変わる、なんか超いい感じで、
あレモンティーじゃ全然来たわ。わおお、はぁすごい、なんかねめちゃめちゃなんねこれ。うわぁ、あぁ食べれないうまい。あ、おお。あ、やばい。あ、辛い。あ、これやべえ、やべえんだね。まだピリピリしてない。顔が怖い。しゃべれない。それだもう。ちょっと動画になってないのかね。これやべえ。これやばいっすね。いやえ。調味料いきますか。多分これこのままで無理で無理。ああやばい。ああ調味料いきますか。いや本当はこのままちょっといきたかったんですけど。いやーこれちょっと、ああこれやばい。これちょっと無理ですね。あの胃の辺が熱いもん。はい。飲み物飲んだら結構やべえ。
うん、うまくやってられへんかな。はい、ではよし、じゃあ食べていきましょう。ちょっとまずまず混ぜて、マスクいただきます。タバスコみたいなと、ピンチマスクとした匂いが、もう匂いのが、これ絶対したんだから。まあ、匂いじゃない。まあ、ちょっと、匂いですね。よし、一気に混ぜました。はい。よし、じゃあ、いただきます。いただきます。食べれるかな？食べれるかな？もう、今回からちょっとずつスタートしないと。よし、いきます。いただきます。あ、あれ、あー、やばい、あれですね、あー、息してた、ダメだ、あれですね、あ、レモンって言ったら全然来た、あ、おー、めちゃめちゃ辛いこれ。いや、大丈夫。ああ、食べれないですね。ああ、やばい。ああ、おお。あ、ミルクの。やばい。あ、辛い。
こし。これはちょっと。もうちょっと。
混ぜて、よし、あー、これさよなら。